ゴーゴル・ボール・ゲロは1999年にニューヨークで結成された多国籍ロック・バインド。ウクライナ出身の友人初を中心に、東欧諸国からスコットランド、イスラエル、アフリカ、中南米、アジア系、アメリカまで世界各国の雑多な人種、国籍の男女混合メンバーによって構成されている。バンド名の由来は、ウクライナ出身の小説家、 ニコライ・ゴーゴリの名字、ゴーゴリと、同国語でバイシュンヤドを意味する、ボールデロから。なお、このバンド名の金表記はしばしば揺れを引き起こしやすく、ボールデロが、ボール、デーロや、ボルデローと表記されることもあるが、実際の発音には、ボールデロの表記が一番近いことや、初来日の際に公式アナウンスされた表記が、ボールデロであることから、本校もそれに従う。彼らの音楽は、 ジプシーパンクと称される。ジプシーとは、ヨーロッパの移動型民族の故障で、ボーカルのハッツは、チェルノブイリ原子力発電所事故によって、故郷を離れ、7年にも及ぶ難民生活を経験した末に、ニューヨークに移住して、音楽を始めた経歴を持つ人物であり、他のメンバーもルーツこそ違えど、移民出身の者たちである。フォークロック及びアイリッシュパンクをベースに、 東欧民謡などメンバー全員が持ち寄った様々なルーツの要素を融合し生み出されるパーティー要素の高いジプシーミュージックを奏でる。初の難民体験をもとにした人生観や直面する国際問題をテーマにしたパンク精神溢れる歌詞にバイオリニアアコーディオンを駆使しながら即興に近い形式でエネルギッシュに演奏するライブスタイルである。 2007年春に行われたフロッキングモリーの日本ツアーのサポートとして初来日の予定であったが、ビザの関係で寸前に取り留めになっていた。その後、2008年のフジロックフェスティバルにてようやく初来日を果たした。翌2009年にはサマーソニックに出演し、ビーチステージのヘッドライナーを務めた。ライブアースで共演したマドンナは、初の人物性に注目し、 自身の初監督映画、ワンダーラストでハッツを主役に抜擢した。ありがとうございます。